味はリンゴ、元気もりもりグリーンの森あかりです。はい、ラッキーラッキーの癒しのうさぎさんとピンクの上村りかです。イエーイ。はい、何を言われても怒りません、海のようにエコボが深い青色の佐藤かなです。はい、お菓子をくれなきゃいたずらしちゃうぞ、ラッキーラッキーの川久保さんと紫の山垣ていろです。じゃあ自己紹介を知らせがあったと思うんですけど、はい、見てくれましたか？見てくれたかな？さっきだよね。さっき、じゃあ発表していいですか？はい、お願いします。お願いします。はい、なんと2024年、来年の2月28日水曜日に、ラッキーラッキーの新 EP ずっとずっとずっとリリースします。イエーイ。フレーズがあって、すごい中毒性のある楽曲になっています。ユーロも最初聴いた時は本当にあの耳から離れてて、あの学校でも頭でずっと流れてるぐらい中毒性のある曲なので、お楽しみにしていてください。そしてなんと初回限定版の特典映像には2023年に行われたラッキーラッキーライブツアー2023ハッピーサマーの東京公演の映像が入っています。嬉しい。最近ね、最近もう見れちゃうのね。ね、嬉しい。嬉しいです。思い出いっぱい詰まったね。そうだ、ライブでしたね。はい、ちょっとみんなのコメントも読んでみますか。そうだね。この前ね、ちょっとツイッターで匂わせをね、インスタもしてたかな、匂わせしてたんですけど、あの撮影はちょっと新 EP の撮影をしていました。ずっと言いたかったよね。ずっと言いたかった。リハーサルもね、たくさんしてますっていうのをガルガルフレンドとかでも言ってたので、あ、ツアー映像嬉しいだって。来られなかった方もさ、見られる。歌だけのパフォーマンスをしたりとかしましたもんね。そのライブでさ、あの前作の夢空に羽も初披露だったよね、確か。あ、前作夢空に羽と、あ、そうだね、初披露しました。そっかそっか、最近公演が一番最初だった。あ、そうだよね。すごいライブとしてめっちゃ経ったね。CP は3曲入りなんで、他のね、大きくずっとずっとずっとと、ドリームズスタンドアップとまっさらっていう曲なんですけど、まっさらね、なんかタイトルで予想するとどんな感じなのかなとか、確かに予想しても楽しいと思う。ちょっとびっくりするんじゃないかな。楽しみですよ。みんなおめでとうって言ってください。リハーサル中ですね。頑張ってます。頑張ってます。真っ白の次はまっさらだ。真っ白のラッキーラッキー。まっさらにしてもらう。真っさらのラッキーラッキー。確かにさ、お披露目したい。したいしたい。衣装もね、ガラッと変わってますね。神曲確定だよね。どんな曲なのか、ね、気になりますね。じゃあ、CEP は封入特典でトレーディングカードもついてるということで、
ハーズ誰なのか楽しみっていうコメントもありますね。確かに初めてじゃないラッキーラッキーで、うん、トレーディングカードのやつ初めてかな、うん、クリスマスとあなたハッピーニューイヤー
しいものは自転車と、うん、と、自転車ずっと行ってるよね。自転車欲しいってずっと言ってる。なんで？なんかね、沖縄にね自転車あったんだけど、なんか東京に来て自転車置いてきたね。置いてきちゃったから。欲しいなって思って欲しいな、それは。そしてですね、はい、ちょっと急に話が変わる、はい、今日の朝にもなんと一つお知らせがありました。はい、はい、見てくれましたか？見てくれましたか？はい、LDH ライブエキスポ2023にの12月30日の方に出演させていただきます。はいはい、ありがとうございます。有明アリーナ、はい、はぁーってなっちゃって、本当に私たちが今まで出演したステージで一番大きいステージかなと思うので、楽しみもありつつすごい緊張、ドキドキです。頑張ろうね、みんなでね。ニューイヤーってお祝いしたりできるのかな。確かに確かに、ドキドキですね。ライブはアベマでも配信があるので、まあ、来れないよっていう方はぜひぜひ配信も見てください。お願いします。まあ、緊張だよね、ドキドキ、ね、本当に。なんかもう緊張、発表分からないだからすごい緊張してました。あと2023年締めくくり、そうだね、そうだね。ステージの大きさに負けないぐらい、うん、そうね、急に恵まれたらいいなと思っているので、うん、ぜひ皆さんも応援お願いします。お願いします。お願いします。うん、アベマで見てくださる方もいますね。配信で見る。じゃあ配信の方にも伝わるぐらい大きなパフォーマンス頑張りたいと思います。はい、はい、ちょっと話変わるんですけど、はい、カレンダー、はい、よっしゃ、やっとした、やっとした。今月さ、お知らせがさ、あ、いっぱい忙しい、カレンダーね、カレンダーね、届いたよって、届いた、届いた、特典誰でした？私でした。おー、自分でした。あの、あれは缶バッジ、ゆいらちゃんです。おー、待って、はい、一緒、え、いい、どうぞ、ゆいらちゃんから。ポストカードはゆいらで、缶バッジもゆいらでした。おー、ゆいらちゃん、自分、自分引いた。私はりりちゃんのポストカードとゆいらぴーの缶バッジ。おー、缶バッジ、缶バッジ、白、白、白でラッキーなロゴ。白多めじゃない？私ポストカードはキッキーで、カンバチはカンだけ。やった、いいね、皆さんも何が、ね、誰が買いました か、 誰が一人ずつフルーツ言ってくる。あ、いいよ、担当フルーツ、フルーツモチーフだったんですけど、確かに担当フルーツ。何でした？私の大大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 好きなキウイです。ちょっと鼻がちょっと鼻が私は2番目に好きな桃。1番目に好きな、いちご、いちごが一番好きな。あ、ごめんね。え、桃のページすごい好き。ありがとうございます。髪色といい感じね。ゆりちゃんは？私はみかんです。イエーイ、爽やかに。確かに、今話してみて、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 話してみて。私はもう皆さん分かりますよね。はい、そう、りんかです。はーい、さすが通り、もうね、赤い絶対、そう、見た目もリンゴです。ふわちゃんは？私はカンバが一番好きなイチゴでした。イチゴ姫だった、可愛かった ね、衣装がね、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 うん、私はスイカでした。スイカです、似合ってたよ、イチゴ。私はブドウでした。お嬢様って感じでした、衣装がね、めっちゃ好きだった。なんかさん、どう色？あ、ブドウ。あ、ブドウです。そんな私はさくらんぼです。おお、一番好きな果物です。おお、そうなの？知らなかった。初めて聞いた。さくらんぼです。ちなみに私はレモンでした。え、レモン、レモンいいじゃん。そう、表紙のさ、こういう、あ、かわいかった。ありがとうございます。あのさ、
衣装で一番びっくりしたところがさ、イヤリングでさ、全部果物がね、ねえ、ねえ、だから、あのゆうらねちゃんブドウだったじゃん、ブドウのイヤリングあるんだって思って、ねえ、ね、すごかったですね。キラとかキウイの衣装があるんだなっていうのに見えたけど、ね、泣かない泣かないっていう、ね、っていうあれで作れたわけじゃなくて、あ、キウイに見えるから、キウイのね、そうなんだよね、たまたますごいよね。でもスタッフさんが私たちに合うフルーツをね、選び分けてくださって、ありがとうございます。何やってた？ね。なんで1月からでもね、カレンダーを絡めくって誰かなっていうので、うん、毎日楽しくなると思います。はい。初だからね。そう、カレンダー本当にありがとうございます。ありがとうございます。カレンダー作れるのもね、ファンの皆さんが応援してくださるからなので、うん、とても嬉しいです。ありがとうございます。ヒーロちゃんでお誕生日でしたので、すごい、あ、バレちゃった、4月ヒーロちゃん、確かにバレちゃった、4月です。みんな靴下だけど、あ、大丈夫だってあれ、私じゃない、みんな履けない、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 難しい、今日は履けない、なんで履けないの、今日は履いてないですよ、皆さん、なんで履けない、靴下普通ですか、それが最近ね、アイテムでね、捨てることにしました。あ、そうなんです、成長してる、初めて書いてあるし、始めました、続けてくださいね、頑張ります、続けてください。もう靴下の話題になっちゃった、もうこれなら見せて、みんなの靴下、それ興味がないと、普通の靴下ですよ、キラキラね、長でもさ、たまにさ、リレちゃんの寒いって言いすぎるから、リナに寒いっていうの禁止って言われました。
想が、ね、何ラーメン食べたのだって。おお、味噌めちゃめちゃハモってた。味噌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 の人。はい、はい、味噌はい、はい、あとは豚骨豚骨で醤油。おわかめ。かわいい、かわいい、かわいい、わかめかわいい、食べてもかわいい。え、これわかめめちゃくちゃ美味しくない？えっとさ、めっちゃわかめ食べてえ、そうそう、うん、私びっくりしたな。リリちゃんがチャーハンもあったのに、うん、ラーメンもあるじゃないですか、うん、白米2杯食べてました。2杯すごいね。さすがすぎる、かせないちがすごいすぎる、それはラーメン食べてるなぁだって。いいなぁ、羨ましいな。ちょっと前にね、またお知らせあったんですけど、うん、来年の2月27日火曜日には第6回中陣フェスに出演させていただきます。やった、ありがとうございます、ありがとうございます。5年ぶりの開催ね。ね、うん、イラストもすごい可愛かったし、ね、ありがとうございます。あのアカリンのさ、ところにさ、リングでちょっとね、嬉しい、そしてね、今 TikTok 皆さんラッキーラッキーの TikTok 見てくれてました？見てますか？はい、見てないっていう方はぜひフォローしてください。ね、今ね、 LDH 楽曲ウィークっていうのをやっていまして、いろいろ先輩方の曲を使って配信しているんですけど、はい、見てくれましたか？今日はね、まだしようか、まだしようか、今年のライブツアーですね、うん、はい、2023ハッピーサマーの映像も収録され